モコです。実は今日、ちょっと恥ずかしながら誕生日なんですけど、0時を回って、誕生日おめでとう LINE が来たのが本当に母親からだけでした。まあ、もともとそのね、誕生日祝われるの好きじゃないんだよねっていうのは配信で常々言ってるし、あんまその動画とか SNS とかで触れたりもしないんですけど、なんかやっぱあれっすよね、愛されてないんだなと思いました。僕は結局人はどこまで行っても一人なんだなと、孤独なんだと思いました。SNS をね、ちらっとなんか励みにしようと思って、こうツイッターのトップ欄開いたら、同じ誕生日の活動者の牛沢さんと、あとポケ仮面さんの誕生祭っていうタグはトレンドに入ってて、僕のは一切なんかそういうの書かれてなかったので、その時点で心が苦しくなり、僕は携帯の電源を切りました。そして LINE も来ません、当然。ちょうど僕の誕生日日付回る瞬間、このジャンタマっていうアプリゲームをやりながら動画の編集をしていたんですけど、このゲームアプリの音がちょっとフェードアウトというか、その小さくなるタイミングで、LINE 来たなっていうワクワクがあったんですけど、全部勘違いでした。ただ単に曲がループするこの境目でした。 それもそうですよね。変な女性関係とかで炎上した僕のような腫れ物、誰も触りたくないんですよね。結局信用できるのって自分一人だけなんでしょうね。いただきます。唯一の LINE をくださったお母様、産んでくれてありがとう。僕も大きくなりました。もしかすると、今日この後寝るんですけど、寝て目覚めるとね、数少ない友人から LINE が来てるかもしれませんけど、もちろん嬉しいです。そしてちょっと僕まだ開いてないけど、SNS とかね、そういうインターネットのコメント欄とかで、もしかしたら祝ってくださってる方はいらっしゃるかもしれません。それも本当に心から嬉しいと思います。だけど誕生日 LINE って0時回ったら、こう鬼のようにこうなんか着信音が鳴るもんじゃなかったんですかね。なんだかそんな孤独な思いを味わってしまった誕生日の夜です。僕が人々に期待しすぎただけなんでしょうか。それともやはり結局僕はただの腫れ物なんでしょうか。思えば、
虫が良すぎる話なんです。中学校時代に、まあ、大病患い不登校になり、まあ、傍から見れば悲劇のヒロインのように聞こえますけれども、結局僕は社会から逃げた。同い年の同級生の子たちがちゃんと勉強とか部活とか友達とかそういうのを青春を頑張ってられた俺はひたすら逃げ続けて、インターネットの2チャンネルの引きこもり板でこうなんかコメント荒らしたりして、で夜中家族が寝静まった後は半角にじいたというそのエロ画像とかをいっぱい貼ってる掲示板にアクセスして、そこでエロ画像を見てしころだけの人生でした。そんな人間がたまたま始めた時期の良かった、まあ、実況動画というコンテンツでたまたま人目に触れ、たまたま人気になり、そしてたまたまこう時代の流れもあって収益化というかそういう活動だけで生活できるようになっていった。もうそれだけで十分なんだ、本当にそう思います。もうそれ以上求めるのは間違いだと、はい、本当に思ってます。あんだけねやっぱ人生を道を踏み外してきた人間が今こうしてあったかいご飯を食べられているのも運が良かったからなんです。僕はその天命に感謝します。ありがとう。そしてお母さん産んでくれてありがとう。まあもともとその中ポケ狩り講座とか言ってニコ動で産声を上げた当初もまあ対戦相手に暴言吐くは他のなんか活動者とこういろいろ揉めるは、まあろくでもない人間でした。よく考えればそんな人間が多くの人から愛されるわけがないんだ。ちなみに11月15日はあの他の偉人である坂本龍馬さんの誕生日ではありますし、僕は唯一歴史上の人物で坂本龍馬を尊敬してますね。中学校の頃に、まあ、入院生活が続く中で小学6年生の時の担任の先生がお見舞いに来てくれたんですけど、その先生が、まあ、差し入れとして持ってきてくれたのが坂本龍馬の半生を描いた漫画の大井龍馬という作品だったんですけども、僕はそれを前回読んで坂本龍馬という人物を知りました。まあ、彼はすごいですよ。日本のね国とそういう国内に縛られることなくこの世界の海の先まで目を見据えて、ね、いろんなことを成し遂げた本当に偉人だと思います。俺も坂本龍馬のような人間になりたかったのかもしれません。ちなみに明日11月16日はかの有名なインターネットコメディアンの西村博之さんの誕生日でもあります。皆さんは僕の誕生日なんかよりネットコメディアンの博之さんの誕生日を祝ってあげてください。明日僕のことはもういいんです。ええ、忘れてください。魔法少女マドカマギカで最後マドカがアルティメット化して、そして人々をワルプルギスの夜から救った後にこう概念となって消えていった、その存在そのもの人々からの記憶から消されたように、みんなは僕のことを概念として消化してもらえたらなと思います。
大阪引っ越そうかな。なんで東京に住んでねえや俺。東京に住んでる意味がない気がしてきた。結局東京におっても1ヶ月の大半は家で過ごして、ね、なんかネット見て動画撮ってゲームして、そんだけの人生のになんで東京にいるんやろ。家賃も高いし、母なる元に帰るべきなのか俺は。生まれ故郷である大阪に。で東京で用事できたら、その時に別に新幹線で行けばいいだけやしな。孤独だ、あまりに孤独。この東京という街は人が多いのになぜか人を孤独にする恐ろしい街です。ごちそうさまでした。今日この時間こうやってご飯を食べられていることに感謝します。ありがとう。